ボーデバイン全連は、オランダマーストリヒト出身の元同国代表サッカー、選手。愛称は、ボロ。得意なポジションは、左サイドハーフだが、右サイドも難なくこなし、サイドバックでもプレーできる、ユーティリティープレイヤーである。1994年、PSV アイントホーフェンで、プロデビューを飾り、中盤からストライカーまで、幅広くこなす選手として、才能を発揮。 1996から1997シーズンにはリーグ優勝を果たし、オランダ年間最優秀若手選手賞に選ばれた。1998年のフランス W 杯では一得点をマークするなど活躍し、同年 FC バルセロナに移籍。しかし、バルセロナでは故障などで常時出場する機会には恵まれなかった。2001年にはチェルシー FC へ移籍。 その後ミドルズブラ FC、リバプール FC を経て、2007から2008シーズンからはオリンピックマルセイユでプレーした。契約を2年に延長するオファーを受けたが、イングランドに戻りたいという気持ちがあったために、契約延長はせず、2008から09シーズン後にマルセイユを退団し、無所属となった。2009年10月にサンダーランド AFC で10日間のトライアルを受け、 17日に正式に入団した。2012年11月、恩師ラファエル・ベニテスのチェルシー FC 監督就任に、伴い、コーチに就任した。ありがとうございます。